今ですね、こんな感じに。はい、3、2、1。はい、日立フラットチャンネルはですね、組織の人間関係にイノベーションを起こすということを合言葉にですね、ボトムアップで人と人とがつながる場、組織、部門、階層を超えてフラットな関係性の中で日本の明日を考えられる心理的な安全な場作りということで、実施しております。本日31回目になります。ここはですね、日立の人を、日立グループを中心にですね、東芝さんとか日清食品さんとかいろいろな方に来ていただいております。本日はですね、日本の食料危機と持続可能な農業とはということで、全英グループ茨城の萩谷さんに出演していただきます。ではですね、ここはオンラインじゃなくてリアルでここに来ていただいている方にですね、お米の食べ比べをしていただきます。いろんな種類の、ね、お米、いろんな3種類のお米を炊いてみましたのでですね、はい、ちょっと味見をしながら、見てください。で、この美味しいお米はどれかなとかね、そういうふうに考えていただければと思います。農業側も厳しい状況にありますので、まあ、そういった状況とですね、その後じゃあどうしていくのかというような話をさせていただければなと思います。これだけ見ると今回のウクライナもロシアも関係ないんですよね。でウクライナ特に、小麦の質がちょっと落ちるところがありまして、中東とかアフリカに主に輸出しています。ところがそれが途絶えてしまうと、じゃあ今度はアフリカとか中東に誰がということになりますと、このアメリカとかカナダとかオーストラリアとかですね、こういった大きな国のところから支給せざるを得なくてですね、そうすると全体のところが、まあ、逼迫した状況が起きているというのが今です。で小麦だけではなくて大豆もですね、日本の、自給率というのはたった 7% ぐらいしかありません。 93% が大豆を輸入してるんですよね。じゃあ大豆ってまあ、せいぜい、納豆とかですね、豆腐とか、まあ、そのぐらいかなと思うんですけれども、右側にあるように、油を取ってるのが大部分あります。1対2個や3つくらい技術だな。だから苗が3分の1やってるってことなんだ。要は自家同色でやっぱ作らせていただきたいと思います。何かというとで、種の問題があります。種も同じように、輸入に頼っていまして、企業に渡すと決めたの。種もですね、ほとんど9割方ですね、輸入に頼っていることがありまして、そうすると日本の自給率って種まで含めるとたった 8% ぐらいしかないっていうのが今の状況なんですよね。我々もですね、変えていかなければいけないと思って、動き始めています。で意識を変える必要があります。でこれはですね、まず農家の意識を変えてもらわなければいけません。次に消費者もですね、こういった価値に、気づいてもらって、まあ、一緒にですね、その消費活動を、消費の意識を変えていただきたいと。でもう一つはやっぱり J グループなんですよね。はい、はい、その結構都会出身の方が多くて、で給食を食べてる時って美味しいかまずいかだけしか見てなくて、どんな野菜かとか野菜の味がどうかっていうのは全然意識してなかったっていう意見は共通だったんですよ。うん、そうですね、今皆さんにですね、この有機とスーパーのを食べていただいてますけれども、いかがですか？いや本当感動しましたよね。小松菜の葉っぱからずっと食べる時とか、子どもを通して社会に浸透していくのが一番農業としてはいいんじゃないかなっていうのがで、まずはこう旬を、いつの旬なんだこの野菜はって、でその旬の時っていうのはやっぱり栄養素が高くて健康にもなるよねっていうことだったり、でこの給食の時になるべく旬のものを美味しく、旬のものを美味しく食べるっていう料理の方法をさらにそこで、学んでいくことで家庭に持ち帰って、子どもがこんなの美味しかったよ、お母さん作ってみたいな話になって、社会にまた広がっていくっていう意味ではすごくこう給食でそういう旬食、旬産、旬食、旬食、すごい言いにくい、これすごいいいワードだなと思うんですけど、言いにくいのがニックですね。これからその匠、昔の持ってたその技術なんていうのをどうやってつないでいくのかっていう時に、今の子どもたちに味をもって下からそういうのを
つないでいて、こういう美味しいのはこうやって作っていくんだっていうのがね、やったり興味を持ってくれたりするっていうのが次の時代の農業になっていくし、その時にはさっき言ったあのカーボンの話だとかそういうのも合わせてやっていくと、すごいいろんなあの技術を持たないと農業の経営者になれないなっていうんで、皆さん の, あの頭脳っていうかあの知恵を借りながら、あの AI とかそういうのできるものはなるべくお願いをしながらそういうのはできるように